台風の最新情報をお伝えします。この台風7号は今年初めて本州に上陸する台風となりそうです。では最新の台風情報を見ていきましょう。午前9時の実況で台風7号は八丈島の南をゆっくりとした速度で北西に進んでいます。中心付近の最大風速は40メートルで強い勢力の台風となっています。そして、 本州からまだ台風は離れているんですけれども太平洋側広く波が高くなってきていますまだ風が強くなくてもうねりを伴った高い波が届いていますので海には近づかないようにしてくださいえでは雨雲の様子を見ていきましょう今日正午の実況です台風周辺の湿った空気が流れ込んでいて関東や東北そして北海道の一部で雨が降っています ところどころで雨雲が発達していて、雨足も強まっている状況です。台風本体の雨雲まだ見えていない状態なんですけれども、気象衛星で雲の様子を見てみましょう。台風は日本の南で大きく渦を巻いていて、大きな目も見えている状態です。この目が見えているときは、台風が発達しているということを表しています。では、この後の予想進路を見ていきましょう。 台風7号はこの後も比較的ゆっくりとしたスピードで北西に進み、あさって15日火曜日にはゆっくりとしたスピードで紀伊半島の南まで進む予想となっています。このゆっくりとしたスピードで本州に近づいてくるということで影響が長引く恐れがあります。その後本州を北へ進み、16日水曜日から17日木曜日は北日本にも影響を及ぼす可能性があります。 でこちらは暴風域に入る確率を表しているんですが、70%から100%が紫色、赤色は30%から70%と高い確率を表しています。近畿地方から東海地方は暴風域に入る可能性がかなり高くて、この後も暴風域を伴ったまま接近する見込みです。では雨と風の予想を見ていきましょう。まず雨雲の予想です。今夜夜遅くになりますと、 台風本体はかなり離れたところにあるんですが、周辺の湿った空気が流れ込んで、東海地方などで激しい雨が降り出す見込みです。さらに明日の朝になりますと、台風の外側の雨雲がかかり始め、明日の夜遅くにな,りなってきますと、金半島の南東側に開いたところでも、雨足がだんだん強まってきて、非常に激しい雨の降るところが出てきそうです。そして明後日の15日火曜日になりますと、 台風の進行方向右側にあたります東海地方を中心に雨雲が発達しそうです東海地方では大雨となる恐れもあるんですね予想される雨の量を見ていきますと東海地方は明日朝から明後日の15日火曜日の朝にかけて300ミリから500ミリそして15日火曜日から16日水曜日の朝にかけては300ミリから400ミリとなっていますその他近畿や関東甲信四国地方などでも大雨の予想されています 台風が過ぎた後でも大雨となる恐れがありますので、大雨による土砂災害などに警戒を続けてください。そして風も強まります。明日になりますと、東海地方では瞬間的に40メートルという風が吹きます。さらに明後日火曜日になりますと、東海や近畿地方では瞬間的に40メートルから60メートルという風が吹きます。 この40メートルから60メートルという風はトラックが横転したり、電柱が倒れてしまうような、そのような猛烈な風となります。ですので、備えは早めにしておきましょう。ガムテープなどで窓を補強したり、飛ばされやすいものを家の中にしまうなど、暴風への対策をお願いします。また、停電や断水などもする可能性があります。予備バッテリーなども用意しておくと良さそうです。 また冷たい水も飲みにくくなりますので凍らしておくということも必要ですね。そしてこの後ハザードマップなどでどこに避難をするべきなのかそして避難経路を確認したり最新の気象情報台風情報を確認するようにしてください。